ここで自己紹介をしたいと思います。はい、キューティーベリー18歳、青色担当萌えです。私は4月からですね、新生活が始まって一人暮らしをすることになるんですけど、私は最近その一人暮らしに向けていろいろ準備をしているわけなんですけど、はい、とっても不安なことが多くてちょっと心配な萌えです。18歳の紫担当教科です。私の最近の趣味っていうか、なんか楽しみっていうのは、18歳なので、免許を取ったんですよ、車の。でドライブが楽しみなのと、それの自分の車があって、燃費平均燃費を上げるのがちょっと楽しみに見ながら運転してます。よろしくお願いします。はい、キューティーベリー最年少17歳の赤色担当にっちゃんです。私はですね、実は高校でサッカー部のマネージャーをしてるんですが、今もう2年目が終わった頃なんですけど、最近ちょっとパスとトラップが上手になってきて、最近はサッカーにハマってます。今日は短い時間ですが、よろしくお願いします。はい、次はダンスナンバーになります。曲はリミックスの王です。ご覧ください。みんな今からまた新しい生活がスタートするんですよね。もしかしたらね、またどこかでね、近くでイベントでお目にかかれるかもしれないし、電車の中でも見させてもらえると嬉しいなと思います。さあ、それでは続いてはダンスナンバーお願いしましょう。どうぞ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
ちょっとここで毎年恒例の私たちのお気に入りトラック紹介をしたいと思います。イエーイ。萌えかな。はい、そうですね、さっきステージの前にちょっとこう見て回ったんですけど、私は、ディズニーの柄が入ったトラックがめちゃくちゃ可愛いなと思って、めっちゃ可愛かったですね。で、そのトラックが透明だったんですよ、周りが。で、とっても乗ってみたいなって思いました。はい、ぜひ皆さんも見てください。はい、じゃありんちゃん。はい、私はですね、いろいろ見て最後の最後にあのミニオンと後ろにディズニーで横にスパイダーマンかなが描いてるトラックを見つけてビビッときました。それです。お気に入りです。はい、じゃあ最後に私は乗ってみたいって思ったのが、あの向こう側にあったバスがなんか中がすごいちゃんとあんまり見えてないんですけど、なんかすごい高級感があって乗ってみたいなと思いました。なんかね、あの2階がある感じで、あ、そう、大きいバスで、はい、ぜひ皆さんもちょっと私たちのお気に入りのトラックを見て帰ってください。はい、はい、それでは次は YOASOBI さんのアイドルを踊りたいと思います。ご覧ください。彼女たちもね、いろいろとトラックを見て回ったということなんですけれどもね、今日は会場がね、3会場ございますね。また皆さんのいろんなトラック、どんなのがあるのかなって見に行ってみてくださいね。さあ、それではアイドル、どうぞ。無敵の笑顔だらすメディア、知ってその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。僕たちの
1年間はちょっと大学の方に行きたいので受験勉強に専念したいと思います。はい、みんなそれぞれね、だってみんながベリーを始めた結成の当時って何歳？私は小学6年生です、ね、え、はい、京子ちゃんが？私は中学校1年生で、うん、で萌ちゃんが途中から参加してくれて、その時は何年生？その時は高校1年生でした、でもいろんなイベントに出てきたよね、はい、うん、どうでしたか？なんかちょっとイベントを思い出振り返ってみてもらってもいい？まあ、小学6年生からいろんなイベントに参加っていうか出演させていただいて、初めての経験ばかりで、どうしていいかもわからなかったんですけど、年を重ねると年々に、場数を踏むごとに、どういう立ち回りをしたらいいのかとかいろいろ学べる機会が多くて、自分の役に立つことばかりを学べることもできました。はい、ね、はい、ね、みーちゃんはまたね、今からこのベリーちゃんを卒業していくっていうので、またね、気持ちもね、ひとしおだと思うんですけれども、はい、じゃあ、京香ちゃんもまた新しいステージに旅立ってとか、ベリーちゃんは続けていくけど、はい、また違う世界に踏み出すんだよね。はい、はい、ね、ベリーちゃんの思い出ってどうですか？なんか振り返ってみたら結構いろんな思い出があって、なんかどれがどうとかないんですけど、あるけど、なんか説明できないんですけど、なんか自分にとって無駄だったこととか一つもなくて、なんかこれから自分が生きていく中で、役に立つことが本当になんかめっちゃあって、今でもこうやってステージに立ててるのも、なんかそういう積み重ねがあって立てているので、皆さんにも感謝していますし、周りの支えてくれてる方たちも本当にいつも感謝しています。ありがとうございます。はい、ね、で途中から萌ちゃんは参戦してくれたんだけれども、萌ちゃんどうですか、キューティーベリーの思い出？いや、そうですね、私のキューティーベリーの思い出はやっぱりこういう風に野外のイベントとかの時にはファンの方が、今日もそうなんですけど、曲中にたくさん声援をしてくださったり盛り上げてくれることがやっぱ何より嬉しかったっていう思い出が一番にあります。で、そういう感じ その盛り上げてもらったイベントの後とか、自分たちのモチベーションもめちゃくちゃ上がって、わ、今日のイベント楽しかったなっていう、いう気持ちが心にいつも残っています。はい、そういう思い出を一つずつ、ね、積み重ねながらここまで成長してきてくれたんだと思うんですけれども、またこれからはね、新体制になっていきますけれどもね、まだまだこれで終わりじゃないですよね、3人の姿が見れるのは。はい、はい、まだ後で告知を、はい、じゃあ後でね、告知をしてくださるということなので、しっかり皆さん情報もチェックしてくださいね。さあ、じゃあマイクをお渡ししましょう。はい、はい、それでは本日ラストの曲、私たちのオリジナルソング「ハッピーベリー」を歌って今日は終わりたいと思います。それでは聴いてください、ハッピーベリー。はーい、さあ今日ラストの曲となりますキューティーベリーオリジナルの曲から、ハッピーベリーお願いしましょう。Thank you.
終了となります。最後に、先ほども言いましたが告知をさせていただきます。6月に、私の卒業ライブを予定しています。ぜひ皆さんたくさん来てください。お願いします。じゃあやめないで悲しいです。はい、以上で短い時間でしたが皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。また6月に会いましょう。会いましょう。はい、以上私たちケイチカイドルキューティーベリーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。